ウィル・カルホーンは、ロックバンド、リビング・カラーのメンバーとして知られるアメリカ合衆国のドラマーである。カルホーンは、ニューヨークのブロンクスクで生まれた。ボストンに引っ越し、バークリー音楽大学に通い、そこで音楽プロデュースとエンジニアリングの学位を取得した。ドラマーとしての優れたパフォーマンスで、バディリッチ・ジャズ・マスターズ賞を受賞した。カルホーン・ロックバンド。 リビングカラーのドラマーとして最もよく知られているが、カルフォームは、ジャングルファンクや、ヘッドフェイクでも演奏を行い、ジャズアルバムをリーダーとして録音し、ファラオ・サンダース、B.B. キング、ハーブ・アルパート、ドクター・ジョン、ジャコ・パストリアス、ウェイン・ショーター、マーカス・ミラー、パブリック・エナミー、ログッドと共演している。彼は、フィンランドのシンフォニック・メタルシンガーである、ターヤ・ヤトゥルネンのアルバム、 ホワットライズ・ビニーズのクリムゾン・リープで演奏している。彼はストーン・レイダース・ミュージカル・バンドのメンバーでもある。雑誌モダン・ドラマーの読者投票で1988年最優秀新人ドラマーに選ばれ、その後再びナンバーワンプログレッシブドラマーとして3回選ばれている。ローリング・ストーン氏の批評家投票では1990年最優秀ドラマーに選ばれた。 彼は二つのグラミー賞を受賞している。一つは、リビングカラーによる1989年のベストハードロックパフォーマンスで、もう一つは、同バンドによる1990年のベストハードロックパフォーマンスである。リビングカラーは1991年にベストロックバンドの国際ロック賞を受賞した。カルホーンは、ドラム演奏に加えて、アルバム、タイムズアップでフィーチャーされた。 曲、プライドとアルバム、ステインのナッシングネスを作曲している。カルホーンのドラミングには様々なスタイルの影響と機材の増強技術が組み込まれている。リビングカラーにおいて彼は高度なファンクとフュージョンのテクニックをハードロックとスラッシーメタルの要素と融合させた最初のドラマーの一人であった。さらに最近ではドラムンベースのグルーブ、エスニックパーカッション、 サンプリングなどを演奏に取り入れている。非常に肉体的なプレイヤーであり、とても正確なグルーブから、より自由な形式の前衛ファンクやジャズのアプローチまで、幅広いレパートリーを持っている。彼は、コルグウェーブドラムの熱心なユーザーでもあり、これによって、エフェクトを一つのドラムに統合できている。カルホーンは、セットアップにマンダラドラムを追加した。 マンダラは動的なマルチコントロールゾーンのエレクトロニックサーフェイスであり、センサー技術を使用して表面の打突が発生した場所と強度を検出するものである。クリード、アルター・ブリッジのスコット・フィリップスはカルホーンの存在がおそらく私がドラムを演奏し始めた理由だと思います。リビングカラーの2枚目のアルバム、タイムズワップは出るべくして出たものだったんでしょうね。 あなた方はその男が風変わりなドラムスティックを持っているとか言うのでしょうけど、彼はそれを誇示せず、いつレードバックするかを知っていたんですと言っている。サンティデブリアーノ。ありがとうございます。